ありがとう、二人ともわざわざ来てくれて。うん、いいっていいって、ちょうどこっちも連絡しようと思ってたとこだし。絵空とだけはどうしても連絡つかなかったけど、まずは二人に私の正直な気持ちを話すよ。Peaky P-keyは最高の音楽を作るために集まったユニットだ。少なくとも私はそう思ってる。いろいろあったけど、そのためにはやっぱり最高のメンバーがいなくちゃいけない。いや、いてほしい。わがままを承知で言うよ。みんなの時間を私にちょうだい。オッケー。もちろんみんなにはみんなの進む道がある。それでもってえ、いいの？あっさり言っちゃったけど。こっちもいろいろ考えててね。早くユニット活動を再開したかったの。だって最高の瞬間に一番近い場所ってやっぱりここじゃない？ゆか、ありがとう。それで忍はどうなの？うん、だから言わんこっちゃない。結局私がいなきゃダメじゃん。そうだね、やっぱり私には忍が必要なんだ。あわお、ストレート。忍、改めてお願い、私と一緒にピキピキを続けてほしい。ああ、もう分かった、分かったから。何シリアスになってんだよ。っていうか忍的にはもともと決めてたようなものでしょ。最初の時だって京子が引き止めてくれなくて拗ねちゃってただけだもんね。え、そうなの？違う、ゆか、余計なこと言うな。ごめんごめん。あ、でもお仕事の方はいいの？ああ、次も頼まれたけど断っといた。私の仕事はアルバム1枚だけ。そっか。でさ、Peakyすぎるから直してって言われた曲があって。あら？一応直す前のも残してるから聞き比べてみて。うん、直す前の方が断然いいよ。そうだね、こっちの方が脳みそがビシバシ刺激されるでしょ。絶対こっちのが上がるって。なんか安心したよ、相変わらず尖っててさ。はあ、何言ってんの。私がそう簡単に鈍るとでも思ってたの？まさか。すごく頼もしい。改めてよろしく、忍、ゆか。あ、うん、任せといて。それで絵空はどうしよっか、連絡つかないんだよね。うん、多分まだ忙しいんだと思うけど、私の方でなんとかコンタクト取ってみる。その前に伝えておきたいことがあってさ、これ見て。 SOS フェス？今週末にやるイベント、ここに知り合いが参加するんだ。見に来ないかってメールもらってさ、2人も一緒にどう？もちろん。ふん、面白そうじゃん。私も行く。オーケー、決まり。絵空も誘えそうなら誘ってみるよ。みな、あんたが気づかせてくれたから、私もこうして自分のユニットに戻れそうだよ。その恩返しってわけじゃないけど、ステージ見に行くよ。いつか改めてお礼を言わせてほしい。開演まではまだ余裕あるね。うわ、かなりでかい箱じゃん。できたばっかりだよね、これ。力入ってるな。で、絵空はどうなったの？それが、一応連絡はついたんだけど、本当に忙しいみたい。ちょっと待っててねってだけ帰ってきた。ハートマーク付きで。そっか。まあ、絵空のことだから、またなんかすごいこと企んでるんだろうけど。きっと後で詳しい返事来るって。今日はこのフェスを楽しもう。そうですけど。ここで待ってろって何これ、どうなってんの？いや、それが私にもさっぱり。イベントの偉い人に知り合いがいたとか？全然身に覚えないんだけど。京子、まずいことでもしたんじゃないの？まさか、忍こそ知らないうちに何かやったんじゃない？あ、ほら、来たよ。こんにちは。チーフプロデューサーの清水絵空です。はぁ？え？何？絵空？みんな久しぶり。そして SOS フェスへようこそ。ご来場ありがとうございます。え、ちょっと待って、プロデューサー絵空がこのフェスの？うわ、そうきたか。つまり、絵空がここ最近忙しくしてたのは？はい、突然ですが、ここで問題です。SOS フェスの正式名称は、S ホールオープニングサウンドフェスですが、この S ホールの S は何の略でしょう？ S。サウンドホールじゃないの？すごいホールとか？もしかして清水ホール？ピンポーン！京子大正解！じゃあこのフェスは絵空の家の会社が主催なの？協賛の企業さんは他にもいろいろいるけど、メインの出資はうちかな。この会場を建てたのもわたし。どうどう、おっきいでしょ。企画自体は前から動いてたんだけどね、パパが本番のプロデュースを任せてくれたの。絵空もそろそろ人を動かすことを学びなさいって。それでちょっと忙しくしてたんだけど。ってあれ、どうしたの？みんなポカンとしちゃって。何それ、スケールおっきすぎるでしょ。絵空のことだからって思ってたけど、あんた軽く予想を超えてきたわね。じゃああちこちに電話してたのもその関係？うん、打ち合わせとかいろいろあってね。京子、ごめんね。いろいろあってしばらくお返事できなかったけど。そんなの気にしてないよ。でも会えてよかった。うん。あ、そうそう、ここに呼んだ理由なんだけどね。実はプロデューサーから一つ提案があるんですけど。提案？そろそろ DJ ライブやりたくなってきたんじゃありませんか？なんてね。DJ ライブやりたいかってどうしたの？改まって。実はね、出演枠に一つだけ空きがあって、予備ってことだったんだけど、どこかに飛び入りしちゃうユニットがあってもいいなーって。そういうサプライズって盛り上がるじゃない？いや、わざわざ枠開けとくなんてことある？なんか全部お見通しって感じだねその調子だと私が次に何を言うかも分かっちゃってそうだね。どうなんだろう、私よくわかんない。リーダーのお口からちゃんと聞かせてほしいな。うん、ちゃんと言うよ。そら、その枠私たちPeaky P-keyにちょうだい。飛び入りで出演する。もちろん4人で。そらもいなくちゃ始まらない。来てくれる？それじゃプロデューサーのお仕事はおしまい。スタッフさん、あとはお伝えした感じの流れで進めてもらえますか？そんなに慕っていただいて、絵空とっても感激です。でも残念ですが、プロデューサーは当分お休みします。だって私ピキピキのラブリー担当ですから。よろしくお願いしますね。ということで、みんな楽屋でステージの準備しましょう。よかったの？そら、あれって結構大事な相談だったんじゃない？プロデューサーのお仕事も楽しかったよ。いろんな人に会ったりとかして、自分の考えてるイメージが形になっていくのはやっぱり楽しいし。でもご飯食べるときはいつも一人だったな。そっか。じゃあ終わったらみんなでお茶でもしようか。うん。本番始まったっぽいね。そら、ピキピキの出番まであとどれくらい？私たちはラストだからだいたい3時間ってところかな。了解。超特急で準備しちゃおう。準備ね。京子。うん、この間の新曲の話でしょ。分かってんじゃん。時間までに間に合わすよ。オーケー、リミックス今ここで完成させちゃおう。で、こないだは時間なかったから言わなかったけど、何このリミックスあちこちガッタガタなんだけど。特にここ、何考えたらこんなことになるわけ？ここは盛り上がりどころだから突き抜けた方が上がるに決まってるでしょ。やり方ってもんがあるんだよ。だからここは。いいや、もっと。おうおう、やってるやってる楽しそう。ま、こんな感じ悪くないっしょ。いいじゃん、マジ最高。ゆか、絵空、お待たせ。あ、終わった？どれどれ？ギリギリで悪いね。とりあえずチェックしてみて。聞く聞く。うわー、すっごくかっこいい。こういうのが聞きたかったんだ。うん、これぞピキピキって感じ。最高の瀬取りだね。っていうか新曲なかった？まあね。あ、タイトルまだ決めてなかった。あ、もう時間か。みんな準備はいい？当然でしょ。こっちもバッチリ。いつでも行けるよ。よし、それじゃあ行こうか。うん、Peaky P-key。 みんなびっくりした？急に出てきちゃってごめんね。サプライズゲストってことで、私たちもどうしてもステージに出たから聴いてほしい曲があるんだ。一発目かましてくからちゃんとついてきてよ。行くよ。これだ、この感じ。バチバチハマる。曲も歌も映像も全てのパフォーマンスがどこまでも上がってフロア中をつなげていく。やっぱりこうでなかった。こうしてるのが一番だよね。みんなもいつも通りなんかじゃない。いつも以上にパフォーマンスを上げてる。きっとそれぞれの活動の成果だ。やっぱりこの4人ならもっと上を目指せる。最高の場所を目指すにはこのメンバーが必要不可欠なんだ。みんなありがとう。あ、またしのぶ、サンドイッチとジュースだけ？栄養偏るよ。出た。いいでしょ別に、私が何食べたって。もうしのぶったらそんな子に育てた覚えはないわよ。私だってあんたに育てられた覚えはないっての。そういえばしのぶが作曲した CD っていつ出るんだったっけ？ああ、まだ先っぽい。レコーディングあるし。でもサウンドクリエイター様的には収録に立ち会うこともあるんでしょ？一応何度か。まあ悪くはないじゃない。それなりの出来になると思うけど。やっぱりボーカルは京子が一番みたいな。ああ、そうなんだ。誰もそんなこと言ってないだろう。ああ、もうこの話おしまい。そうだ、ゆか個展を開いたんだって。そうなの。写真家の先生にお話もらって。そんなのやってたんだ。もう終わっちゃったんだよね。実は私も一回行ってみたんだけど、すっごく良かった。そうだったの？京子、ありがとう。私も行きたかった。ゆかの写真見たかったのに。そう言うと思って会場の中を撮って回ってたの。こんな感じだったよ。すごい、大盛況じゃない。へえ、学生の子多かったんだ。うん、ネットでも評判でね。またやってほしいってたくさん書いてあったけど、次の活動は「Peaky P-keyにご期待ください」って答えといた。個展でユカを知った子たちも来るなら、ますます手は抜けないね。そういうこと。京子の方はさ、お弟子さんとはどうなの？あの後会ったりとかした？弟子ってもしかしてミナのこと？何回かメールでやり取りはしてるけど。あれ？絵空にこの話したっけ？弟子？誰そいつ？私聞いてないんだけど。いや、そもそも弟子とかじゃないし、後輩の子ってだけだよ。お？京子もついにコーチデビュー？京子先生みたいな？生意気な。弟子取るんなら私に話通してよね。だからそういうのじゃないって。うふふ。頑張れ京子先生。あともう一つ重大発表があるんじゃない？重大発表？ D から始まるやつ。 D、 あ、そうだ、 D4 フェスの招待状来てたんだった。ちょっと待って、確かカバンに入れっぱなしに。あった、これだ。マジじゃん。なんで今まで黙ってたんだよ。いろいろあって忘れてた。びっくりした。っていうか、なんで絵空は知ってたの？ふふ。ごめん、そういうことなんだ。後回しになっちゃったけど、みんなに聞こうと思ってた。私は D4 フェスに出るなら、この4人がいい。いや、この4人じゃなきゃダメだと思ってる。どうする？出るに決まってんじゃん。オフコースだよねー。ありがとう。私はピキこそ最高のユニットだと信じてる。出るからには狙うのは頂点だ。行こう、 D4 フェスへ。